パブクビクトリアは、ハンガリーブダペスト出身の女性元フィギュアスケート選手。ISU グランプリシリーズ出場4回。2004年ヨーロッパフィギュアスケート選手権4位。2006年トリノオリンピックハンガリー代表。ハンガリーのブダペストに生まれ、3歳の頃にスケートを始めた。2001から2002年シーズンから、 ISU ジュニアグランプリに参戦し、同シーズンのハンガリー選手権、ジュニアクラスで優勝を飾った。2002から2003年シーズンの JGP トラパネーゼ、杯で ISU ジュニアグランプリ自身初表彰台の3位、翌2003から2004年シーズンには、JGP バルトハイで優勝、JGP スケートブレッドで3位となり、初の JGP ファイナル進出を決めた。 JGP ファイナルでは、ショートプログラムで4位スタートとなったものの、フリースケーティングで3位、総合でも1つ、順位を上げ3位となり、ハンガリー女子シングル選手として、初めて JGP ファイナルでメダルを獲得した。同シーズンのハンガリー選手権では、シニアクラスで2位となり、地元ハンガリー開催の欧州選手権の代表に、初選出された。欧州選手権では、 ショートプログラムで3位、フリースケーティングで1つ、順位を落としたものの、初出場ながら、総合4位入賞となった。2004から2005年シーズンから、シニアクラスに、本格的に転校。2005年オンドレーネペラメモリアルでは、優勝を飾ったが、これ以後国際大会では、結果が残せず低迷する。2006年トリノオリンピックでは23位に終わり、 2006年世界選手権では、ショートプログラムを終え25位となり、フリースケーティングに進めなかった。2007から2008年シーズン、ハンガリー選手権で3位となり、欧州選手権代表から漏れた。2012年競技から引退した、インタビューウィズ・ビクトリア・パ・ボーク。ありがとうございます。